なんだこれ。これなんだ。グローストーンダスト。光るってだけなのかな。もう一回取引に行きます。したいんだよな。お、魔法使い。魔法使いいた。うわ。うわ。やばい。やばい。来てる。うわ。逃げる。お、おい。これ村人に当たっちゃいそうでやだな。あ、大丈夫か。うわ、やられた。アイテムいっぱい持ってんのに。あ、うわ、あ、あれって死なないのかな。パワーギリギリまでなったら治るっていうことかな。倒さないと取引できないな。回復してんのかな。ああ。ああ。あ。アイテム残ってるかな。アイテムあるか。ある、よかった。あ、でも全然足りない。うわー、全然足りない。これだよ、さっきこれ。いつも行ってる洞窟をずっと横に掘っていったら、なんかこの広い地下空間みたいなところに出ました。ちょっとここ初めてなので、ちょっとここの方を探検してみたいと思います。すごい広いな、ここ。どうなってんだろう。
ちゃ広いな、ここ。広いな。金ないかな。ちょっと上行ってみようかな。どうなってんだろう。死ぬそう。あ、開いた。やばい。パワーが、あ、もう一回行こう。アイテム残ってるかな。あ、あ、ここだ。ない。わざわざやるほどでもないか。そんなに明るくはないか。結局タイムズ使った方がいいな。あれがさっきのとこだから、ちょっと上一回突っ切ってみたいんだよな。この天井、ちょっと天井行こう。出た出た。どの辺なんだこれ。どの辺だ。あれだから裏の方か。目印立てといて。よし、一回変えろ。わかるかな。お、よーし、行きます。金を取ることが目標です。で、金を取ったらレールを作って村までレールを広げたいと思います。とりあえずショートカットはできた。帰ろ、あんまり使えないや。一回帰ろう。
ここの土台を作ろう、夜の間に。朝になった。一回ちょっと村に行こう。怖いよこれ。何これ。めっちゃワープしてる。おお、ちょっと死にたくないんで今。で、こっちにも伸ばしたいから、結構広がった。とりあえず帰ろうかな。金のリンゴ。ああ、高い。いいか。金の人参なら作れるかな。はい。効果が分からなかった。じゃあもう一回あそこに行こう。金あった。いやだ。おお、必須回あるような。ああ、うわ、すごい。帰るだけ。本当にびっくりする。この辺だ。あ、あった。よかった。帰れた。よーし。よっと。水入れといて。
くなった言って、できた。とりあえず土台完成。一応縦横66×66 マスで土台を作りました。疲れた。こっからまた大変だな。でも帰ろう。